はい、今回は、2人のゲストをお招きしまして座談会形式で進めていきたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。新語見聞伝の対談にも出演いただいてますけども、バリューマネジメントの他力の社長と、はい、他力です、タルの辻社長にお越しいただいてます。よろしくお願いします。お願いします。今日の座談会のテーマ、はい、あの2つ用意してまして、さすがもう考えてきたんですね、ちゃんと。はい、1つ目は、はい、それぞれの今人生において、うん、まあ、それを表せるような漢字を1文字で表現してみてもらいたいなと思います。はい、でもう1つは、はい、まあ、時事ネタということで、最近、うん、まあ、どんなことを考えてて、まあ、これからどうなっていくっていうようなことを考えてるかっていう、そういう話をさせてもらいたいなと思ってます。漢字っていうのはあるでしょ、今の自分の状況の感じ ね、今の状態の、はい、一文字でってことね。うん、なるほど。僕は今、無っていう、無、はい、一文字でないってこと。ない、おー、はい、すごいね。でそれが、うん、まあ、ないから、まあ、あるに変わっていく段階での無っていうのを自分自身にこう、うん、まあ、しっくりきてるなと思ったんですけど、2019年、2020年の中で、うん、まあ、今までやってきたことが一旦こうリセットされたみたいなところがあって、今までやってたことがなくなった、でなくなったこと、なくなった状況があるから新しいものが生まれてきたっていう、そういうちょっと変わり目の時で、どちらかというと今はなんか決まったものがないっていうかな、なんか自由になった、自由をイメージしたような無っていう。いや、見てます。僕ね、僕もちょっと今ちょっとパッと思いついたのが、やっぱり僕もちょっと似てて白なんですよ。白、白、真っ白だよ。真っ白の、そう。で、なんでかというと、まあ、こう新語見聞伝これをこうね、ナビゲーターにさせてもらったのも、もう言うたらもうゼロかな。うん、何にもこんな喋る仕事なんかほとんどやってないわけですよ。うん、今まで散々ドライバーばっかし売っていてで、まあ、ゼロから、うん、やり始めたっていうのもあるし、うん、で僕ドラコンやってて、今年はちょっと違う団体にちょっと属して、まっさらな気持ちで行こうで、いろんなことやっていって、その城っていうのが、まあ、1足して100になったらええから、そのうちこんな感じで、やっぱちょっとパッと城っていうのを今思い、それめちゃめちゃ考えてなかった。いや、ほんまに、いや、全然ほんまに考えてなくて、あの社長からもう、ね、正直今の感情っていうのでいくと、うん、僕はやっぱ攻めるっていう感じやね。その、まあ、去年1年間で本質的なものとは進んだけれども、うん、でもいわゆる表面的な、僕らも言っても起業家なんでね、うん、っていうのはやっぱりこう成果上げてなんぼじゃないですか、うん、雇用も預かってるし、うん、いろんな意味で世の中に価値出していかなきゃ、それってやっぱ事業を推進されて初めて本質的なのに僕ら向き合えるっていう意味でいくと、今年はこれ社内も攻めやっつって、うん、攻めて攻めて攻めまくるという話をしてるんで、うん、もうちょっと一旦、まあ、本質的なことをやりながらも攻めさせて、でこの攻めるという字を、はい、なるほど、純粋に事業として勝ちにしたいっていうのがあって、取りに行くっていうね、取りに行く、やっぱこれをやっぱやらないと、綺麗事だけ言ってても雇用守られへんし、やっぱ僕らほら街づくりやりたいって前回ね、見聞伝でもお話しましたけど、それはやっぱ成し遂げていくためには、やっぱこう成果を上げてるから素敵な街づくりができるわけなんで、だから僕らはやっぱこう事業エンジンがあって、いろんな地域に行ってもマネタイズできるっていうのがあるから求められるわけなんで、やっぱそこはしっかりやっぱ役に果たしたいなと。攻撃は最大の防御なりっていうことは、そうそうそう、それに近い、もう本当になるほど、攻める、攻める、かっこいいですね、一気合衆していくのごめんね、ちょっとなんかこう、さっきの本質的な2人とは全然違う、いや、全然なんか、いや、でも攻める動機がまた覚えますね、そうよね、また今までの攻めと違う形の攻めですよね。まあでもリキラが達しようとしてるものは一緒やからね。まあそう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 、5年スパンでいくとね、やってること何も変わらないんで、なるほど。僕はですね、じゃあちょっとこれ最近僕結構テーマなんですけど、愛なんですよ。もう全ては愛でできている、今の日常に普通にぽっかりあるもんなんで、それに気づくと搾取するとか取りに行くとか、勝ち負けとかいうのがなく買ってられるっていうのが僕の中の今の答えで、愛は自分の毎日日常にぽっかりあるものっていう、それが見つけれるかどうか、人生はだからそれを見つけれる人生でありたいなと。で最近これどうしたらいいですかねとかって社内で相談されても、
その方に愛はあるんかって言ってると、うん、ありますって言ったら、じゃあいけるみたいな感じで一回やってみてんのよね、うん、で、とにかくその愛を、愛やっつってだからこう、お米プロジェクトも、うん、愛が届くわけですよ、うんうん、確かに、うん、だからなんかこう、愛やろってなんか、うん、この間うちの中堅の社員が今のコロナ禍で自分の働き方どう変えたらいいかなって奥さんに相談したら何も変えなくていいんじゃないって、うん、しっかり次の時代に自分がどう合わせるかやから、うん、そんな会社がどうじゃないと思うよって、うん、そんなことより今日米届いたよって言われた瞬間に社長に、うん、僕社長に心つかまれてんなって思ってて愛を感じましたっつって、だからやっぱこう踏ん張って頑張りますって言ってくれた中堅社員がいたんだけど、うん、なるほど、あ届いてるなと思いながら、うん、だからなんかそれは最近の僕のテーマで、ね、うん、言うべきところかな、なるほどね、なんか臭いけどちょっと、うんうん、そのついちゃんね、だから、うん、あの一緒にやらせてもらってるこのお米のプロジェクトなんかは、はいはい、配るということに愛があるかないかで、うん、すごく違うような感じを受けて、そう思う、その喜んでくれるのは喜んでくれるけども、こっち側がなんか計算でやってるとそれもやっぱり伝わっちゃうし、そうですね、うん、そうなんですよ、もういろんなねこう思いがあってこうなるかな、ああなったらいいなみたいなことをなんかこう細かく考えすぎないで、それも愛情なんだと、社員に対して社員の家族に対してっていう思いでやってた方が、まあ、受ける側が素直に受けてくれるなという感じは最近すごく受けてる、ね、本当になんかやっぱこうパッと反物にバーッと広がるけど、この一点に本気の愛がないとやっぱこう伝わらんもんで、うん、だから僕はここなんやと思って、うん、だからあの米のこともそうやけど、うん、なんかとにかくもうそうなのいいからやるんや、うん、やってで、こっち本気やから、うん、本気で体にいいもので、うん、で本気で家族みんな幸せになってほしい、うん、食卓を楽しく囲んでほしい、うん、そのためには仕事の残業を減らさなあかん、働き方改革やらなあかん、制度設計やり直す、全部一緒やから、うん、で結局休みも増えて残業も減って家にいる時間もみんな増えた、で届いたのが会社からの米、うん、でそれをみんな お子さんがいらっしゃる時間が増えてもお母さんがお財布気にせんでも、うん、お腹いっぱい子供にご飯食べ出してあげるっていう、うん、そこにも母親の愛が溢れてくるし、うん、家族の愛が溢れるから、うん、そういう食卓にしてほしいと思って、うん、本気で送ってるから、うん、それがなんかこういう、まあ、またこういうコロナ禍もそういう経過したのもあって、うん、すごい実感してくれて、うん、やっぱ食卓をみんなで囲んでお腹いっぱいご飯食べるって、うん、とっても幸せなことやっていうことに気づいたご家庭がすごい元気増えていってるので、うん、でそれは本当計算もなくただただそういう風になってほしいと思ってやってるんで、うん、めちゃくちゃ深いですねいやいやいや、すごいなと思います。愛、自分じゃなくてこう周りにですもんね、そうですね、そうするとやっぱすごいなって、うんうん、慎吾さんもそうですし、辻社長も他力の社長もそうですし、うん、自分のことだけじゃなくてやっぱり周りのことを考えてやってるというのは、僕経営者じゃないじゃないですか、うん、だからすごいなってやっぱ思ってしまうんですよ、うん、無、白、白、うん、攻める、こう、はい、うん、無白、怖い、なんかかっこいいね、つなげるだけもうそれぐらいしかできません、僕にはそんな頭はございません、つなげただけでございます。でもなんかかっこいいよね、まあ、そうですね、はい、どう取るかわかんないですよね、うん、無白、怖いよね、うん、かっこいいということで、はい、いいんちゃいますか、はい、はい、いいんちゃいますか、まずぜひね、あのこれ見てもらってる人たちも自分の今の状況を感じに置き換えたらどうなるかみたいなことを考えてもらうと、そうですね、はい、楽しいかもわかんないですよ、本当にね、うん、はい、ということで、はい、今の自分の感じ一時でした、はい、はい、ありがとうございました、うん、いわゆるサービス産業がありますけど、うん、もういわゆる消費者のね、うん、一番わかりやすいもの消費の、うん、どんどん遅れてくるよね、全体的に言うとまだこうしぼんできてる、うん、どんどん利便性が高まっていると、うん、物流業界はどんどんそっちに引っ張られるので、うん、実際ゴルフ場ってお客さん全然減ってないですよ、より早くより美しくチャレンジャー募集中、 YS エンジニアリング。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。